アートここまでやってきたかっていうのを、うん、まあ初期の、うん、僕の初期の頃一番最初に、まあ、知り合った頃から途中ぐらいまでの、うん、まあところをメインに話していけたらなと思いますけどね、うん、でまず今回この対談をねあの引き受けてくれてありがとうございますいい忙しい,らい,いそれで大事なことはやっぱりその歴史的の中の位置づけで自分たちがやってきたこととか、うん、そういうことをやっぱりきちんとあの記録に残したいと僕はちょっと思ってて。うん そもともとなぜかというとイタリアに行った時にやっぱりそのアーカービーシステムってすごいしっかりしてたんですよ、うん。でそれで僕たちが若い頃はやっぱりそういうなんか歴史的なものを調べたりしようとするとあんまなかったんだよね、うん、資料とかね。でそういうことがやっぱりちょっと不満でもあったし、うん、でまあそれなりの年をとって、うん、あの90年代何か何があったのかなっていうのをちょっとね、うん、形にできたら。 いいいなっていう希望でね、うん、で一応今回村上さんと村上氏と、うん、村下と佐原木氏の3人、うんまあ、この絨毯を作った時の標本を書いてもらったんで、うん、あのじゃあどこから始まるかということなんですけどやっぱり立川だと思うんですよね。うん、<laughs> でそれを何回かあの展覧会で写真とか出したりはしてると思うんですけど。いや立のは出してないよ、まあま、は古くない いや、立川はかなりね、うん、コアだよね。学生だから <laughs> そもそもね。で,ねであのやっぱりあの、まあ、たまたまねあ,のあそこの立川美術学院っていうところで講師をするってことしてたっていうことで我々3人はつながってきたんだけどもうん、うん、であの時やっぱり立川って一種の独特な文化があって米軍ハウスもあったし、うん、まあ,、まあ、あの村上龍なんかのね限りなく透明に、ねうん 近いブルーっていう、うん、あの作品だねだよね、うんうん、それの近いものがあったりしてさでまあまあそういうのもあって僕はたまたま立川に来ちゃったんだけどもさでそこでたまたま知り合ってそれで,で一番のポイントはあのあのハウスっていうのが住んでたじゃない、うんうん、であれはちょっと説明しないと分かんないんだけど要は米軍ハウスの,、うん、あの米軍が住んでた家族が住んでた家なんだよね。そうそううん で、そこがあの学生が住むのにすごくこう憧れの地だったんよねそうそう。あれでも広瀬がベンゴハウスに住んだのって何年、うんええー、っと1985年とか、えっと、6年とか。広瀬が住んでる、うん、あのジャクソンハウスのところじゃない。 あの石田さん、まさず、あの。石田さんとこだよね。の親戚の人の。なんてあれ、親戚だったんですかね。いや、親戚だった。って親戚だから、親戚なんですよ。いや、その説明しないと、わかんないけど、あのそのハウスの大家さんが。親戚だったんだよね。あれ、僕が紹介したんだ。そうです。そうです。だいぶ紹介。で、もとあそこ川俣さんも住んでた。川俣さんも住んでた。そういう意味では、なんかね、面白いところ。 石田つん,んだけどうちのばあさんが石田さんっつうんですよ、うん石うん、で石田家の、うんえー、親戚が、えー、立川にいて、うんえー、戦前にこういろいろサインして工場を持って戦中はでも軍事工場とか関係しててしえじゃない立川に来たのは親戚がいるから立川いや偶然偶然完全に偶然すごいねそれね で、で、その石田ささんんが空いたっていうんで僕は入ることたベーングハウスって言っても2タイプあって一つはいわゆるフスとか基地の周りの本当に芝生があってベーングハウス平屋の家があるっていうのともう一個は普通の日本の平屋の家屋をちょっとね改修してリノベしてベーンハウスにしてるっていうのと僕らどっちかって校舎の方だったよね。 一軒家なんで全員一軒家に住んでてまあそれぞれ車持ってバイク持ってね広瀬はあのあれだ R2 っていう古い車を1台2台買って1台は部品用で1台綺麗いにして乗るんい時だからあの頃は全くアートと無縁の世界に生きてなんかそういういやまあ無縁っていうかでも こだわり終わったんだけども、趣味の趣味っていうかな、そういうこうベーハウスにいるある種の時代感と空気感があのそうさせてたっていう感じもあるよね。そうだね。うん。あの時隣に高倉くんもいてさ、ああの高倉さんというのは説明しないとわからないんだけど、草間彌生のアシスタント。いやそうそうマネージャーずっとやってて、今最近ちょっとあるみたいだけど。そうです。うん草間さんの本当に。 えー、もう一番の右腕、ね、全て任せてた、ね、全て高倉君がやってたっていうのは隣に住んでてね,、うん、そうですねだからそういう意味ではなんか面白い場所だったんですね、うん、で,んで開放あとはあ,、ね、あとはあスタジオを借りてね、うん、で自分のアトリエできたんですよそれがすごく石田倉庫の共有してたんです、ね、そうそうそう石田倉庫っていうのが真ん中にドンとあってでそこを僕が借りて、うん まとめて家賃15万ぐらいだったかな、ねうん、いやだからその頃から今やってることのすでに目があるっていうかさい<や> <laughs> 目があるかどうかわかんないけどやっぱりこうなんかみんなをまとめて一つ家賃払わないやつがいてさ<ー>そうすると15万のうち10万ぐらいしか集まんないと5万を建て替えなきゃいけなくなるじゃん、うんうん、5万大変だからというと二か月貯まると30万になるわけだ、うん、でそういうのをキャッシュで持ってって大家さんに払うみたいな。うんまあ、親戚だから 逆に払わざるを得ないよ、ねうん、でもその石田ハウス倉庫は今でも続いてて、うん、その代々こうリーダーが変わって、うん、家賃もほぼ変わた<ー>値上げせずないえじゃあ何僕たちがいたあの借りてたアトリエとして使ってた倉庫は <まだ S 1> 今もアーティストが使ってるんですごい,い、ね、今もうの。<laughs> 一つあのアドマチンでるぐらいにオープンスタジオをやったりして、えー、地域の一つのコアになっている、えー、すごで、ねうん、石田さん自体は、うん、最初はそこまでの意識はなかったんだけど、うん、徐々に作家と触れ合ううちに自分も作品を作り出して、うんえー、あのおやじさんの方いやいやおやじさんはもう亡くなって,て,なって息子さんの,方がの雰囲気が ああいうオープンな雰囲気が平屋で板のまで、ねうん、二度目した感じでいつも24時間なんかワイワイやってたからさ、ね、あれがやっぱり多分一番こう、うん、当時の人のつながりもそうだし基礎体力作ってたよね。うん まあ、そんなわけでですね、うん、えと僕が思うにはやっぱりあの頃のやってたことってそう変わってなくて、うん、人は <laughs> 今でも同じようなことをやっててただその牙が大きくなっていくっていう感じのように、うん、いつも見てと思うんだけどね、うんうん、だからあ,あの辺の立川の時代を今思い出すとまさにそういうなんか目があったような気がしますよねでその後、スタジオ食堂っていうね、うん、次はもっと下の世代なんですけど、うん 須田くん、須田くとか、あとは菊池さん、中山大輔とか、中山くんとか、そうそう。なんか彼らたちはやっぱり同じようなことをやってたよね。まあでも予備校が面白かったよね。あ、そうですね。立ち肥って、まあ勝手に僕立ち肥ズムって一時文章書いたことあったけど、あのいわゆる予備校会ってあの都心のいわゆる新肥、新肥とかお茶とかどばとか。 まあ芸大に一番入ってくるんだけど、うん、それに対して郊外の予備校で,、うん、で立ちがまだまだ弱小だったんだけども、うん、立川現代美術研究所っていうなぜか現代美術研究所っていう名前すごいのよ。<laughs> でそこに集まってきた学生たちと、うん、あとその後講師になってくる人たちがみんな面白くてう結局なんそのいわゆる都心の中にこう。 えー、行くまあいわゆる、えー、本流の学生とはまた違う周辺の,その予備校でかつそこに何かこう自分の価値観を乱そうとする連中が集まってきてたんで,、うんでね、結構こうあのまあ僕もそうだし日本画だと村上くんとかあの、まあ、大竹さんも一時一瞬来たりとかそういうこうなんていうのかな立川がゆえの。 場外馬券場があって南口には何かあんまりあの学生たちはそこ行くなにようなあの遠回りして南口は避けてきてくださいっていうように風景がちょっと治安が悪かったぐらいの感じじゃないか僕が最初に来た時に町に女性が立ってましたからね、うん、そう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 、うん、だからそう,いうそうそこから何かこうそ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 う 講師っって言って言も学生だからね、うん、で僕と広瀬と村上くんが3人でやっぱりすごく記憶に残ってるのは名古屋の ICA のあそうですね,ねそこをちょっと重要なポイントであれ大事だよね,ねあの多分それでその講師仲間で,で南條さんが作ってあの高岸さんっていうね、うん、大パトロンギャラリーを持ってて。うん あのコレクターでもあった人なんですけど、うん、それが南條さんがあのメインにあと大坂さんがいたんですよね。であの巨大な倉庫をアーティストを実際に1か月ぐらい呼んできて、うん、そこで作品を作らせて展示するっていう、うん、今では割と普通なんだけど、うん、当時は考えられないな。だとそれがね、うん、マリオ・メルツ呼んできたりとか、ね、クネリスとか。うん アルテ・ポーベラの超巨匠を直接サッカー呼んでそこで実作作ってみるみたいなそういうようなことがあっそうそうやってその時にじゃあ村上君に「アルテ・ポーベラって何?」とか言うから「いやこれはこうでね」みたいな <laughs> 行く道中にいろいろとこうあの。<laughs> 美術史のの文脈の話とかしながらねねそうです広瀬は画集オタクだからこう知識がぶわっと加わって僕,な僕はなんか現場でこう見て聞いたりしたりことをこう話してくんだけど村上君は日本語だからまあそもそもなんか立ち位置全然違ってでそこからでもマリオ・メルツ確かマリオ・メルツとかエドワードルッシーとかん・ルッシャとかジュリアのパオリーニとか,かああとイタリアのアルトパビア系もあるけど。 スケールが大きいからそれを見てその後飲みながら議論するみたいなそうですねそれをんか2年ぐらい続けた23年かでそれからやっぱりこう現代美術というものに対してのちょっとこう気になり始めていやでもあの僕ら20代中、後半56ぐらいかな 七八とか、うん、そ五六ですね。五六ぐらいじゃない。うん。まあだからそれはやっぱりこうお互いにこうわからないのとかっこいいのと、うんうん、なんかねあの当時ではやっぱりすごくす、うん、ヒットしたっていうかさ、うん、みんなの心をヒットした。そういう意味だとね南條さんとか、うん、あの大阪さんたちがえあそこでギャラリー高木の場にあの名古屋 ICA 作ったっていうことが。 えー、それを見に行った僕らだから、うん、アートシーンのこう一つ関係とすると、まあ、その ICA がなかったらある意味僕らのこう一つ動きの中のステージがちょっとこう志高くなるような経験が培われてないんだよ。なんでそういうこうなんで国際交流基金に南條さんがいたりとか中村 ノボさんがいたりとか、まあ、大阪さんが入ってきて大阪さんのところに集まったスタッフの人たちがその後それぞれ後トらの中でかなり重要なみんな動きをしていて、うん、全部つながってくるんですよ、ね、まあだからその ICA 名古屋っていうのは、うん、みんながこかその後、ね、あとねアートの世界でコアに活動していくっていう意味では重要なポイントになってとにかくかっこよかったよね。 うんなんか広瀬のね口癖が、うん、あの感動するときにひち <laughs> っていうのよ知ってます？<laughs> 言ってないよそんな言うじゃんよ絶対この人言うと思うけどうっ、ね、知ってますよね <laughs> 知ってる人はあのこう口癖ひちっていうわけあのうわーとかっていう意味なんですけど <laughs> このひちっていうのがもう立川時代からずーっと広瀬ずっと喋ってみんなに映るのよ。<laughs> <laughs> なんかちょっとやと「チュッチュッとか「ヒチュッチューっていうこの何かこう何て言うの,そのイタリア語の語尾みたいな感じの分かんないけどその言葉がすごいこう広瀬語力でみんなそれを何か影響されてっていうか口癖になってたなそうでしたっけ広瀬は分かってないだけで <laughs> <laughs> まあでもねそ,のもうそれで僕はイタリアに行ってしまったね イタリアに行った時に僕は89年に韓国留学したんで、うんうん、でもやっぱりその終焉的なものに目を向けてるっていう意味では、うん、やっぱりあのまさとか韓国行ったっていうのはそういう意味があるわけで改めて今聞いてみると、うんうん、なんで韓国に行ったの ね,ね <laughs> それは改めてこの場で <laughs>、まあまあ、ずっと言ってるからあれだけど、ね、まあその前ニューヨークに行こうと思ってたけども、ねね、やっぱりニューヨークの日本人の、えーまあ、アーティスト像っていうのが、えーまあ、先輩たちがいっぱいいて、うん、それは荒川周作川いろいろからいろいろそういう人たちがいっぱいいて<ー>篠原さんでと思いす。 その中でたまたまうちの叔父もいたねうちの叔父も画家でいてそうだよねその一軍がああこれはダメだなと思った <laughs> 簡単に言うと <laughs>、はあ、この人たちにはなりたくないって思った二十歳ぐらいの時にそれ,それはなどういうあれでやっぱりそういうののアートシーンにしがみついて、うん、そのしがみついてる感があのクリエイティブじゃないっていうか、うん、その作品はそれぞれ面白いと思うんだけども、うん、なんかいわゆるニューヨークって なりその、そういう欧米のシーンの中に何か自分の存在をそこのステージだけにこうだけに何かこうしがみついてる感じがあと自分の作り方としてその中の一員に属するっていうことが、えー、若い頃はあの抵抗があってあ<ー>でじゃあ自分作るのにどうするかって言った時一番見えない、うん、一番見えないエリアということでアジア。アジアジの中で えー、まあ、たまたま夏旅行した87年の時旅行したんだけどでもバックパーカーみたいな感じでバックパーカーであー 1> で1人イーブルとか人で一人で,人でーイーブルとか何人か友達ができて<ー>そこから旅館に飛んで泊まってたのをそれぞれ韓国の友達にちをこを、うん、泊まれる,るようにって1か月ぐらいいて、うん、なんかそういう意味ではさ韓国ってすごくイタリアっぽいんだよねラテンっぽいうね まあ大体何でもん面白かったでもそれでケンチャンないよっていうのはまあ問題ないみたいな、うん、大丈夫、まあ、大丈夫大丈夫みたいな感じ、うん、いやだってね学生の時に大学院1年の時にたまたま夏旅行してそのイーブルとかたちと知り合って、うん、そのまま作品ファイルを持ってて、うん、あのギャラリーの人見せたら企画展やろうって言い出して、うん、ありいきなり最初グループショー1回やったんでその後個展やろうって言い出して。 大学院の2年の時に個展やるって言ってはこれはすごいなと思ってマテ、うんま、とクラスと連絡しても返事になくて <laughs> で突然ディレクター変わったとか言い出して<ー>でもまあ大丈夫大丈夫って言っててあ<ー>、まあ、とりあえず来いとか言われて、うん、で行ったらこの部屋のこの部屋ぐらいはあったな2つ3つぐらいに分かれててそこいきなり個展していいよみたいなーートータルアートギャラリーっていうんだけど <laughs> すごいですね <laughs> なんで多分日本 広瀬イタリア行ったっていうのはヨーロッパの文化でありアルテポベラとかそういうところに対する文脈だと思うけど自分を作るっていう意味において非西洋系の中にいた自分を組み立てようっていうように最初から意識してその中に身を投じてあんまう活にヨーロッパに長くは行くまいと思ってた。 っていうとすぐ影響されちゃうからすすぐて出からあの当時はだからそうしたアジア的な問題とか特にあの韓国に行って以来やっぱりその日本の植民地の問題とかねあの辺があの当時の作品のモチベーションになってるじゃない結構ねだからあれはやっぱり一つすごく大きな一歩でもあっていわゆるこう政治的なことに日常的に対峙するっていうのは日本にいてはまああんまりこう。 実感がないというか、まあ、今はね、まあ、また別の意味であるかもしれないけど、うん、当時やっぱりもう普通のレベルで政治の話をバンバンするんで韓国では、うん、いやそれがやっぱりまず驚いたって、うん、文部で僕が行った時にもやっぱりねあの植民地支配がいかにひどかったのかっていうことを盛んに言ってたじゃない、うん、でやっぱりそれはなぜかって改めて思ったんだけどやっぱりあの勉強の教育の違いなね、うん、教育の違いもあるね。うん とこう一つ自分っていうもののあり方がどう,こう家族であったり、うん、こう地域社会のあり方村っていうか、うん、そこの成り立ちがやはり似ててやっぱりこう違う儒教の考え方が色濃く残っていたりとか、うんうんね、家族で言ったら長男だけがその家族の系譜にのり、えー、っていう,こう非常に長男優先っていうか、うん、っていうような考え方があるから。 あの当時ちょんまげしてたじゃないああそうそう誰は韓国で誰もいなくてさ恋スタイルが良くてねもうんかんか超モててたよねキャーみたいなこんな感じであんまりいないかもしれませんが髪の毛のアーティストやっぱり遊びに行った時にんか雅人のとこに集まるのが一つのステータスみたいのがあってみんなんかコアになっててそういう感じ僕は 旅人としてね、思ったの、ねだねまあ、ほとんど社交の場っていうか、うん、みんなが最終的にうちのスタジオみんな集まるみたいな,感じになってるそうですねでも今考えるとああいうスタジオを作ってペンキをまず白く塗ってうん、うん、でまず自分のお手にするスペースを作って全部やってたじゃない、うん、それももともと立川からそういうこと,と同じことやってたじゃない、うん、ハウスでそうだ,、ねね、だからそれもその後、コマンド N に行って同じことまでやってたからさ、うんうん、<laughs> やっぱり変わってないんだよねやってることは <laughs>。 ただ、スケーがそのか、ベニスまで行くと早いか、まだ話が。いや、だからね、その韓国のところで重要なことは、一つ、あの当時ね、誰も韓国なんか行かなかったっていうのが、一つ驚きだったっていうことと、そのニューヨークのメインストリームが逆に、すごい嫌だったっていうのがね、すごくリアリティはあるけどね。どっかにそういうのが今でもあるな。 当時、やっぱりあの銀座とか神田のギャラリーはかなり回ってた方なんで,、うん、でそうするとやはりモノハーポストモノ派の人たちがすぐ上にいてけ、うんけんがくがくとギャラリーで、うん、語,語ったりこう喧嘩するような感じだったわけですよ。うんまあだから あの当時やつまず貸し画廊システムに対して疑問を持ったのが僕たちでそれでそれに関してじゃあどう解決していくかということを始めたのがやっぱりギンブラートとかねそれにつながってると思うしまず貸し画廊を拒否したっていうことが拒否っていうかまあそれをどう考えるかっていうことだと思うんだけどでも逆にこう「モノハーポストモノハー」その後ニューウェーブが出てきてまあ逆にニューイメージの人たちなんかすぐ上なんで。 芸大でいったらあのちょうどボイスが来るって言った時にそれこそ長谷川さんとかあの宮島さんたちが、うん、こう学校の体育館でそういうボイスのこう討論会みたいのをやったりしてたんだけどその時にはあの藤山芸者っていうあの芸大と、えー、京都とあと名古屋愛芸とかを回る巡回展があったんだけど。うん その,その藤山芸者は代々続いてきてて、うんえー、で代々続いてきたんだけれどもうちの学年になってちょうどあの議論してた時に「やめよう」って俺が言い出して、うん <laughs> あの「なんでこんな先輩から受け継ぐことだけで手なんかやんなきゃいけないんだ」って言って川又さんとかそれぞれお歴々がこうやってきたことをビシッと僕でやめたっていうのは記憶にある。うん でやっぱりやめるっていうことは別に継承するべきことと、うん、そうじゃないそうじゃないよっていう考え方を出すっていうこと自体が大事だなと、うん、当時は思っててなので何かこう上の世代たちの面白いことは面白いんだがその作品個々は面白いけれどもシーンで考えた時にそのシーンに対して不満ばかりをこう ずっっと言ってるんですよあるパターンですねある意味こう、いい意味で美術史に対峙後で思うと対峙するんだけれどもそうじゃないもう一つの考え方は何かなということを絶えず考えるきっかけになっね,、うん、ね,ね。まあだから結局それが韓国につながるし、うん、まあオルタナティブな、うん、あのスペースにしたりとか、うん、まあ今、BNR やってるのもその考え方の延長線上ではあるけど、ねうん、そうだね。 広瀬の方にちょっと話飛ぶけどすごくいい経験させてもらったのはミラノに行ってあれはベニスの後だと思うけど旅行したじゃない二人っていうかはいトゥッチルッソとかのあそそうう、ホテルのさ、サステナブルホテルあそうだね。あれは良かったのよあれはその後に思うとあれはかなり進んでたよね進んでた。 どういうのかっていうとそのいわゆるホテルのランク付けが三つ星とかってあるじゃないですか。うん、でその三つ星の一番いいそのっていうか価値観の基準は豪華な調度品とかホテルのサービスとかではなくていいかかにサステナビリティがあるかっていうことの中の中ランク付けなで広瀬同志のまたホテルランクが高い二つ星かなんかで,、うんでまあ、当然こう自分の畑があり。 えー、その親父がこう手作りの家具で、えー、すごくこう建築から料理からすごくサステナブルなこう意識がこう高いホテルだったのよ。でもなんで二つ星なのかって聞いたらその,その時にそこのホテルに泊まってるその洗面台の洗面台自体が量産品を使ってたっていう <laughs> <laughs> でその量産品使ってたからホテルのランクとしては1個下がるっていう。 いわゆるそのリユースしたりしてるものじゃないものを使ってるっていう、うん、あの時に今思うと今日のね午前中中大さんに行ったのもそうだけれどもいわゆるこう価値観が作家とか何かこう自分だけで思ってるだけではなくてそのすごく長い視点遠い視点まで見てで今を考えてるっていうまあ広瀬の作品すごくつながるんだけどそういう豊かな感じをすごくしたんだよね、うん。 そうですね。あの,あの当時はあんなね今でいうアグリトゥーリズムにつながるんだけど今流行りだけどねだからあれは今19902000年,年ぐらいそすか。 あの時それでなんかねあ<ー>あのヨットをチャーターしてさ <laughs> <laughs> それはまあ別に言話だけどある村広瀬が行ってくれたとこには工場跡で、うん、工場跡がギャラリーになってるんだけど、うん、ギャラリーとホテルになってたね、うん、で玄関ついたんだけど誰もいなくて、うん、あのピンポンってこうカウンターをしたら外からおばちゃんが一人走ってくるわけよ。うん でそのおばあさんどっから来るっての村の住人なのよ村のよ村住人が走ってきて受付を始めるみたいな <laughs> っていうふうに村でや経営してたんだよね。村で経営してたんだよね。で電気は一向につかないみたいな感じのところで <laughs> なんかその経営方針もそうだしでそこでちょうどそういう森,を森の中で作品をこうサステナブルなこう考え方の展示をするっていう展覧会もやってたりとかああこういう場の在り方。 もうう、あるんだなっていうそれはすごく広瀬のイタリアにいるまあ,ある意味こう生活感の中に感じるこう文化的なものを直接広瀬からすごく学んだっていうかいい経験だったよね、うんまあ、やっぱりねある意味ネタが豊富だし、うん、あとやっぱりなんかそのなんかアートをこうそれこそさっきのねアートシーン内だけで吠えたりとか、うん、その。 美術史上のそのメインストリームだけで語るっていうところじゃない、うん、面白さあるよねだからそこはやっぱり非常にやっぱりなんだろうね、うん、あの、うん、これからの未来を感じるような、うん、そのアートの考え方っていうのはいっぱいあるような気がしてて実際そうなってるしねうん、うん、だからそうだよね、うん、なんかそのアート内アートで やっぱフォーマルだけに考えてると、うん、どうしてもやっぱ難しい問題があって、うん、そのリアリティがどんどんなくなっていったのが、うん、今に繋がってるんじゃないかなと僕は思うんだけどね、うん、だからねそういう体験をしてとい,いこともあるとは思、ね、うんだけど飯もうまいしさだって広瀬に散ら遊びに行くと、えー、広瀬は普通家族ってこう友達なのにいきなりお皿が5枚ぐらい並んでるような <laughs> あのつまりレストランのフルコースみたいな感じになってて食器変えるんだよねそのたんびにびっくりして <laughs> いやなんかね、イタリアで出す場合は割とそういう感じだよ、うん、<laughs> すごいすごいなぁと思って面白かったよなやっぱりあとはビエンナーレに出たのはうん、うん、あれは随分大きかったよね、うん、あれでだいぶ変わったでしょまあ ある意味学生の時にニューヨークにある種その希望と絶望を持ったような感じにいやいやまあ2度目の希望と絶望があるというかこれはだめだなと思ったりもしてうんまあ面白さは面白さでステージは見えた分こうやっぱり手のひらで踊ってるだけじゃだめだなという意識が非常に強くなってまあその後ね日本の街の中に地域の中に深く入ってどれだけ深く入っていくかによって自分をもう一度鍛え直すというか。 まあ自分のことだけではなくてある意味こう、まあ、社会資源地域資源のようなものをしっかりこう組み立てていくっていうところにエネルギーかけないと、うん、仕組みそのものも変わらないしその意識そのものがやっぱり、えーね、それこそ持持続性を持たないと、うん、そこは非常に大きかったよね。うん、そういういいい意味では,そのくベニスはいい経験させてててもらってて、うん まあでも型やマーケットの大切さもわかるんで最近だと 333H アートフェアっていうやはり新しいマーケットを自分たちで作るべきだっていうその信頼関係の中にちゃんと価値が宿るっていうその信頼を生み出せばマーケット生まれるはずなんでその大きな市場の市場性のマーケティングではなくて個々の出会いの中のやっぱり信頼関係の構築だから。 大切なこう出会いと大切な信頼関係を構築するための関係そのものの作る努力をしないでただ理解するっていうことだけをやっててもそれは単にマネーゲームなんでそれはもうすでにあるんでそれはそれ,はそれ,はそれで今やってる「さんさんさチャートフェア」っていうのをやっと形になってきたうん。 時の問題意識が形形にしていくっていくう形でやってると思うんだもまあそういう意味ではねあの2000年のピークに全くアートマーケットの方が力を持っちゃったっていう、うん、ちょっといわゆるその現代アートのワードの世界なんだけどね、うん。でベニスなんかはもともとそのいうアートマーケットと全く関係ない位置づけで動いてきたんだけどもある時それを逆転しちゃって、うん。<laughs> でむしろバーゼルとか、うん、ああいうところの方が力を持ってきちゃったっていう時代の、うん、要するに転換期パラダイムがあったんだけど、うん、まあそれはいまだに全然続いてて、うん、でそれでやっぱり小さな抵抗があって、うん、それでやっぱりベニスはバーゼルとずらすっていうことをや,やるようになったりしてるんだけども、うん、まあとにかくその資本主義的な。うん マートアートマーケットは力を持つっていうことは今巨大になってて、うん、それに抵抗するアーティストもいるし、うん、もうそれをあえてどっぷり使って、うん、あのそこで生きていくって決めてる人もいるしいろいろはいると思うんだけどね、うんまあ、そういう意味ではその変わらないのはやっぱりベニス・ビエンナーレの位置づけっていうかさ、うん、まあこれだけ世界中どこでもビエンナーレで。うん 東京ビエンナルもできていろいろあるんだけど、そうそうできてってまできてないんですけど、うん。まあできそうなんだけどさ。<laughs> いやどう作るかだよね。だからそこはやっぱり個性がないと難しいし、うん、えっとまあいわゆる本流のベニスビエンナル、うん、あれは格好ある問題があって、うん、あれはあれでいいとは思うんだけど、ね。でもほら広瀬と一緒に参加した、うん、あのチェンマイの<あ>チェンマイソーシャルインスタレーションは、うん、あのやっぱり今東京ビエンナルを作る上でもすごく大事な経験あそこにあって。うん 結局こう街の楽しみ方街での関わり方がチ、うん、ェンマイは本当に解放されていて、うん、あの時の解放感と解、まあ、放感という別のこと言葉で言うと、うん、街が持っているその寛容性受け止める力それと僕らが作品を作ろうとする何か批評性ある、うんうん、何かこうメッセージを組み立てようという力が。 すごく生生ききとしててたっいうのかなだから寛容な気持ちが街を受け止めなければ僕らは自由に動けないわけでだからそう考えるとあれ結構重要で今やってることにつながってるねで僕をほら招待してもらったからさ誘ってもらったんじゃないで今それは再評価しててされててイギリスでしたっけなんか2冊の本出てんだよね書いたのがシンバポールとあシンバルンスとか だから東洋のミュースだみたいな感じでさあれは面白かったねいやだってもうめちゃくちゃだったもんねコーディネーターはいないわ広報も全くないわマップはあとでできたのかなとにかく作品がどこにあるかさっぱりわからんのはでもでもオープニング初日にななんとくバスがこうさ バスに乗,乗って作品のツアーがこう行われて、うん、なぜかバスの前に白バイが誘導してくれてて街の中に入るとなんか変なチョコな作品をこうみんなで見てねでもあの時は本当になんか何だろうねああいう 本当楽しかったんだよね。しかも時期だよ全部。旅費も出ないし制作費も出ないし。まあでもそれでもなんかみんなが楽しんだ充実感があって。あれはなんかなんかああいうあり方ってタイじゃないとできないね。いやでもいやタイじゃなくてもまあ本質的に作品を作品をこう生み出す力そこに信頼してる人同士が集まってるからその信頼感においては別にお金の話がない決まらないと。 いやこれ、この仕事受けないよとかっていう話じゃないのよ、うん、そもそも、うんああね、そもそもそだ、ね、そもそもはそうなのだ,だから行った時に今あの当然だけども街自体がスタジオみたいになってるわけだから。うん どこでどう作るかっていうことも自分の判断だし、うん、受ける町の人たちも「いいよここでやろうか」みたいな話がだからずっと決まってネてトしないビんとか、うん、まあ僕らのチームはねあ,あ,あとあのあそうか俺たちのチーム以外もいっぱいいる、ね、いっぱいうんあとウティットっていう、うん、そのチェンマイ大の今教授やってる人とか、うん、その上にモンティエン・ブンマーっていう、うん、まあそもそもそれを始めた中心人物の作家がいて。 だからあの雰囲気はすごく大事だなと思うんですよ。うん、でもちゃんとねすごく僕たちのチームにはナビンがいてあのやりたいことを事前に全部リサーチして、うん、それを用意しいてくれたりとかしてそういう意味ではさヒヨシの作品良かったよねヒヨシの時には、うん、あのカレーパウダーかなんかスパイスをカレーパウダーの家とあとあのルーチェロッサって、うん、レッドライトってただの赤いだから あの時は楽しかったわ。お寺みたいなとこじゃなかったっけ？それはあの<ん>マザドがやってるやつじゃない？あ、俺も寺でやったけど。鍵、うん、そう俺は寺の、うん、あのお寺にはあの女性は絶対入れないとか、うん、時間もこう決められて男性しか中に入れないっていうところに。 そこ女性も入れる、一般観光客も入れるようにように交渉して、あの赤ずの間を開けて、その奥にライトボックスの黄色のカニをわざと見れるように。そう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 。とドラえもんの和尚が壮絢ね。和尚が和尚っていうかあのその向住職？住職仏教徒の人は政治並みにまあかなり政治力政治力あってあの一声で全部解決するような人で。 僕が話してたら、通訳続いて話して、ああ、君の、なんか、記号をテーマにした作品、アートなんだね、とかって。ズバリ言われて。なんだ、こいつだとか思いながら。でも、それで一発オッケーよ。それまでは、全然ダメとか言われてた。ね、なんか、そういう判断ができて、そういうことを楽しんでくれる。そういう寛容さがあるのよ。だからって言いる。まあ、だから、僕思ったけど、やっぱり、タイにいる。 アーティストあの当時はねみんな裕福な家庭の人ばっかりでさうん、うん、やっぱりその政治的にもコネもあっていい、うん、だからそういう意味では、まあ、あのやりやすかったとは思うんだけどさでも、あのー、なんだろうそういうやっぱりジャッジメンできる力っていうのがそれぞれのポジションにいて、うん、その人が直接判断できるや,やりやすさっては非常に感じたよね、うん、だから日本だと全部こう上からいって、うん、なんかいつの間にか。 ダメみたいな、よくだからそういうのはやっぱりやりややすいよ、ねうん、あなんかビエンナリー今作っててもやっぱりそういう信頼関係と、うん、あと街のその寛容性に対していかに作家が作る側コーディネートする側も、うん、そこをちゃんとこう読み込んでいかないと、うん、ただ単にダメって言われるだけなんでそのダメって言われてる彼ら側の判断,判断と、うんうんうん そこに対するその,こうその先の価値を生み出そうとするための交渉が必要で、うん、なんで本当こう開拓してる感じでそういうのは基本的に好きじゃんや,やっぱりこうっていう,こうものを全部開拓してるみたいな。好きで解決されたくはないんだから苦安 <laughs> <laughs> もなく手彫りで開拓してるような感じですよ今。うん あでで、ももそれも変わってないって思うんだよね、うん、前から。で僕はこのこの絨毯を作った展覧会の時にやっぱりそのお金が足りなくて、うん、でその方法をどうしたらいいかって学んだのはまさか…か俺じゃないっていや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 本当にお金の作り方って難しくてファンドライズ、ね、お金は作れないけど、うん、まも、あね、のを提供してもらったり安くしてもらったりするのはって必死だったからね。うん やっぱりね、必死になればね何でもできるしだって許可ないと作れないからね人様のものを勝手に持ってきて、うん、こんな M の形を置いたらダメですからね。うん、あ, <laughs> あのまあ、でもそのチェンマイはある意味だから何だろうそういう自由度というか寛容さを非常に示してくれたいい展覧会であの展覧会に参加できたことはまあ 時期でお金払ってもいいぐらいの本当にいい体験、ねいいね。あと山井で君もいたし。山井でさん僕の前で展示して,て。そうそう。古いね。山井ではもうブツブツ交換する。うん、いやでも山井出さんもさやってることってすごく、うん、あのマスつに近くて。割とこう、うん、ねいろいろこう交渉していくとか。交渉やっぱりねプロジェクトっていう意識が強いから、うんうん。今もやっぱりベッププロジェクトやってるのが、うん、全く似たようなラインだよね。まああとはあの時は曽根もいたし。 あと富士山なんかも出てたよね。富士山ね。うん、なんかねその夜議論とか話すのが楽しかったね。うん、お酒飲みながらあの、うん、食べ物も安いしさねあの大好きとか食べちゃって <laughs> なんかわ,わけのわかんないなんかメコンっていうす,すごい頭痛がするメコン。頭痛くならる飲むと。えー、<laughs> なんかあの時富士山も登場して <laughs>、えー、でもあの富士山は前その前のあのと何でしたっけあの。 千枚ソーシャルに出てたんだっけいいやいや<あ>違うあの時出してなかったあれねアジア美術展っていう第4回アジア美術展っていう福岡市美術館、うん、今のアジア美術館の前なんですけど、うん、その福岡市美術が作ったそのアジア美術展に集まった作家たちの人間関係なんですよ、うんうん、なのでナビンともそこで知り合ってるし富さんとか、まあ、僕らがそこで知り合いでその後知り合った関係で次の動きができたっていう。うんなるほど 感じなんですよね。うん、じゃあまあやっぱりアジア系のつながりだよね。そうそう。そこにやっぱりあの後藤正己さんとか黒田さんとか、うん、アジアの研究そのアジア美術を研究している人たちのやっぱり動きがベースにあって、うん、でそこの中にこう僕らが現場に入ってったっていう感じ。うん、文脈がちゃんと作れる、ね。なるほど。それは大事だと思う。そうですか。なんで広瀬はこうどちらかというとこう、うん、個人の中に自分のその個の、うん こう内側に対してっとこう入っていくこととその、えーまあ、今回の展示もそうだけど、うん、やっぱりこう握りしめたり球体にするっていうことのいわゆるすごくこう内面的かつその存在感に対して、えー、同時に概念的にはかなりコスモスなところまで両義、うんうん、的に、うん、あの感じてるじゃない、うん、で僕も同じような構造があってこと全体に対するその意識っていうのは非常にこういつもいつも思うんだけれども。 ただその精神的なところだけではなかなかこう僕の場合にはどっちも感じにくくて自分を感じるにも他者との対話であったりとか関係であり全体っていうことの中でも都市そのものに触れていくっていう感覚がないとどうしてもその全体性に対してのその意識が定まらないっていうのがあるんだよね。今回のの展示見ててててももやっぱり広瀬ここううさっき今話を聞いてても非常にこう ある意味すごく抽象的なある意味こう揺れていくことの正しさっていうか、うんうん、そこに対しての触れ方がかなりこう振幅を伴いながらこう作品っていうのが成立してるんだなっていうのは分かってて、うんまあ、正しさはまあないと思うんだけどどれが正しいか分からないっていう曖昧さだとは思うんだけどだからやってることはもう全く、うん、と見え方は違う感じだよね、うん、やっぱりすごくアプローチの仕方とかね。うんで 僕はだからイタリアにいるっていうことがやっぱ大きくてなんかそこで中でのね立ち位置みたいなのを考えちゃうんだよねでもし東京にいたらどうだったかなって考えて全く違う方向に行ってたと思うんだよねだからそこはもうしょうがないのかなと思ってやっぱりなんだろう自分の生活とかリアルなものでしか作品作れなくてうんか もうちょっと都市との関わりっていうものに関してはそういう興味はあるんだけどねうん、うん、でそれはこれでプロジェクトを実現したんだけどね。はがきのこともそうだし、うん、さっき最後に見せてもらった地域の人とのこう、うんね、時間をかけて継続的にこう関係を作っていくっていうのもそうだし。うんうんうん いやでも今回すごくこうちょっと今日思ったのは、うんまあ、たバランスが面白いなと思ったのは今日一日僕は中台に午前中行ってて、うん、かなりこう社会構造の中における物質の在り方、うん、でそれが経済的なあるこう資本主義の流れの中に出てくる最終的に産業廃棄物っていう出てきてることの価値とで午後には今度アーツ前橋でアートっていう文脈,文脈の中における 物質っていうものの価値と、まあ、両方同じこの前はして同じ日に体験したんでうねえ、まあ、長台にもキャップがあるわけだ、うん、キャップもしかもシャンプーのキャップだけの大量な容器とか大量にあったりするわけで、うん、そこも広瀬もキャップ広瀬の場合は自分でコツコツと、うん、<laughs> 家族で集めてきたまあもので集めたっていうかで同じキャップだけど、うん、全然物質的には同じだけど意味合いが違うじゃない。うんうん でこの意味合いの違いってすごく大事だなと思っていてそ,、ね、そこをやっぱり見えていくことがやっぱり大事だよね、うん、やっぱりその見えてるものだけで物事がそんな判断できないからさ、うん、そこを見ていく背後にあるプロセスであるとか見えないものを見つけていく訓練っていうのがやっぱりその人生を豊かにする一つの方法だと思うんだよねでそれを今言ったようにすごく分かりやすくて、うん、同じものなのに状況が変わる全く価値が変わってくるみたいなね、うんうん ただ中谷さんの方のキャップもあれはあれで本来あるキャップとはまたちょっと違って選ばれてちゃんと洗ったりしながらその素材として置いてたりするわけでそれが商品になってまたリサイクルしていくリユースされていくっていうただそのこう思想的な考え方の背景には今日すごく面白かったっのは。 やっぱり量産していくっていう考え方の量をベースに経済行為が成り立ってるっていうふうに中谷さんおっしゃっててそのシャンプーも1個ではなくて大量に作って一個一個のものが量を持って経済として回るとしかしこれポストコロナのこと,のことにも触れたいんだけど結局コロナアフターコロナポストコロナって言われてる時にはじゃあこの量を作ってきたその資本主義的考え方の成長感っていうのは果たして 今後も通用するのかっていった時に、うんえー、このままでは当然だけども悲鳴を上げて地球自体は悲鳴を上げてるわけだからやっぱりその僕らが生産する時何か物を買う時それらが消費されてこうゴミゴミのようになりまた資源のようになった資源でもいいんだけれども中台、うん、さんのところにたどりついた時に最終的に分解もできなく、うんえー、それがリユースリサイクルもできなく土に埋めるしかできない。うんうん っていうようなものを作ってるっていう事実？あ、そういうのは例えばどういう素材にな、あの例えば、例えばえ象徴的なのは液晶パネル、ああれがそうなんだ。液晶パネルじゃないあのええと太陽光発電のパネル、あああれそうなんだ。あれがこう炭素繊維とガラスガラスか何かでできていてそれを分解できる技術ないないとか言ってる。あとは飛行機の材料になってる、そのそう炭素繊維で釣り竿のそのファイバーファイバーとか。 ああいうこう金属よりも硬いものが、うん、あの分解できないって言ってるんだけど、まあ、それはまあ,ある意味こう、えー、量を持って経済行為をまたより良きものをこうグローバルな単位で中国ベトナムで安く作って、うん、で日本で消費する生産組み立てて消費するっていう構造じゃない。でこの構造の中で中国そのものベトナムそのものの環境はどん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 ,どんひどくなっていって、うん、ね で一番最終的な綺麗なところだけを僕らが使ってるっていう。うん、でこのバランスで成り立っているわけだけども、うん、それは結局コロナのこの今回今回の状況で考えると、これじゃダメでしょっていうことに薄々気づき出したわけです。だから一個のキャップにどういうこう価値を見出せるかっていうことなのよ。その価値っていうのはそのお金に換えた価値だけではなくて、さっき言った広瀬の作品にあるように一つそこに記憶であるとか。 思いまあ、ある種思い出だとか愛情だとか何らかのそういう価値がそこにえ新たにその優先順位高くそのことを評価したりする仕組みが生まれない限り結局また量産に頼りね大量に作り大量に消費するっていうことのしかもグローバルな意識の中だけでっていうのが出てきちゃうと思うんだよね。 うん、だからそこがまず問題であって、うん、まあそこをどうにかしていかない,といけない、ね。お金にはね、まあ、お金自体は必要だと思うんだけど、うん、そのお金に代わる信用となるものが一体何が信用としてそこに信頼されるものなのかっていうことなんだよね。うん、だから今回のこの「氷表町のことを見てると本当にこうポストコロナにおける、えー、アートの可能性っていうのをその切り口でこう見たら。 すごくこう,よく見えてくるような感じもすするんですよ、まあ、別にポストコロナって言う必要もないのかもしれないけれども、うん、こういう,こう五感に訴える、ね、感触この感触そのものっていうのはかなりこう、えー、理解するのも感じるのもすごくデリケートなことですごくセンサティブなものじゃない。うん、でこのセンサティブなものであればあるほどなかなかこう流通しにくい情報だし。 そ,のそこでのこう価値が評価しにくいものなんだけれども、うん、でもこれからはやっぱりこういう,こう五感そのものこういう要するにアプローチの記憶であるとかそこのなかなか可視化されにくいものこそ優先順位を高めそこに、えーえー、そうだよねと思う意識改革が必要で。うん やっぱり作り手が企業側もそこをもっともっと大事にする社会構造を作っていく必要があるなと、うん、いやーなんかもう既にまとめてもらっちゃった感じでいやいや、えー、もう今日の中台さんとこの「<laughs> えーとアーツ前橋の <laughs> 広瀬の御殿」の組み合わせが抜群で本当にかったまあ今ねほぼ語ってくれたことっていうのは全てでやっぱりとにかくその あらゆるものの価値をどう見ていくかっていう、うん、視点が必要で,、うん、でそういうことをアートを通してね伝えていくっていうのは一つ大事なことであるなとは思ってますね多分今やってる仕事の基本的姿勢っていうのが多分その、まあ、90年代前80年代後半から90年代特に前半のあたりに経験したことがかなり色濃く深く、うんうん 残ってるよね。だから僕は思ったんだけど、うん、人はそれほど変わるもんじゃないっていうさ、うん、やっぱり、うん、<laughs> 意外と同じことを繰り返してるんだなぁと思ってやっぱりその最初に受けた衝撃とか、うん、それを深めてるって僕は思うんだね、うん、だからまさにあのソウルで作ってたのか牛小屋の後のさ最初のスタジオとかさ あ<れ>スのス現場見に行ったっけ見に行ったよね、うち <laughs> 小屋行ったよね。こんな寒いところでやってんのよそうだよ、しかもなんかね、家賃とかめちゃくちゃすごい大変でね、なんか1年分払うとか、なんか敷金,金みたいな感じなんでしょ、<う>うん、詐欺にあってね、最後、うん。すごいよね、だからそれがなんか結局さ、コマンド N で神田田になって、331になってるんだけど、その規模が大きくなって、深まってるっていうかそういう感じだね。うんうん まあまあまあ、まだまだこれからですよ。うん、いや、終わってないと思うよ。はい、そりゃ。はい。はい、はい、じゃあ、あお疲れ様です。どうもありがとうございました。い,したいえいえ、なんかこんな話でよかったら、ね、<laughs> すごく楽しかった。楽しかった、よかった。喧嘩になんなくて。<laughs> 広瀬とは喧嘩してない、ね。あそうか